どうもこんにちは、今回はですね、匠山熊さんのテスコさん、こちらのご紹介をしていきたいなと思います。こちらの鉄板はですね、厚みが6ミリという極厚の鉄板になってまして、大きさはですね、34cm×24.5cm×、高さ 5cm というふうになってます。でこれね、さすがにね、6ミリ厚さがありますんで重たいです。重さに関しては約3キロとなってます。特にですね、これだけ厚みがあるので、特徴としてはやっぱり蓄熱性、薄い鉄板っていうのはすぐ熱が冷めちゃいますけども、こういった極厚鉄板になればなかなか熱が冷めることがありません。しっかりとね、熱を持ったまま焼いてくれるので、特にステーキとか焼くときには最高の鉄板だと思います。でですね、こういった鉄板を使うときにまず最初に必要なのがシーズニング、油ならしですよね。これが必要なんですけども、今回ね、こちらの製品は、シーズニングをお店の方でやってくれて販売してくれます。まあ、一からですね、シーズニングを自分でして鉄板を育てていきたいという方はですね、別途連絡すれば、シーズニングをしない状態で送っていただけるそうです。まあ、このシーズニングに関してはですね、どうやってやったらいいか分かんないという方もいらっしゃると思いますので、最初の段階でですね、お店の方がシーズニングをして送ってくれるというのは結構画期的な感じなんじゃないかなと思います。まあ、初めて使う方はですね、お店でやってもらう方が失敗がなくていいと思います。まあ、シーズニングしてあるとはいえですね、この鉄板は無塗装の鉄板です。なので、どんどんね、こう使っていけばいくほど油が染み込んでいって、錆びにくくなっていく、そして焦げにくくなっていくということで、まあ、物は同じでもそれぞれの鉄板でどんどん違いが出ていくような味のある一品になってるんじゃないかなと思います。でこれ持ち手がですね、2種類ありまして、テツコさん、星バージョンとテツコさんスマイルバージョンというのがあります。スマイルバージョンというのはですね、この星マークがですね、いわゆるニコちゃんマークに変わっている感じなんですけども、まあこれはもう好き好きで選んでもいいんじゃないかなと思います。まあ、こういったですね、持ち手もついてるんですが、やっぱり鉄板なので熱くなってくると手では持てません。なので、まあ、鍋敷きとかで移動させたりという感じになると思うんですが、まあ、なんならね、ここにレザークラフトで持ち手をつけるとか、まあ、そういった自分なりの楽しみ方をしてもいいのかなと思います。でちなみにですね、これが今まで使ってた鉄板です。今まで使ってた鉄板はといいますと、まあ、見ての通り厚みもありません。厚みもないんですが、まあ、これは塗装されているタイプの鉄板です。でやっぱり厚みがない分重さもありません。なので例えばこうやって料理してる時によくありますよね、こう鉄板に当たってしまう。その場合にやっぱりどんどんね、動いてきちゃいます。こうやって対してテスコさんはと言いますと、やっぱりね、重さが3キロありますんで、同じぐらいの強さでやってますが、だいぶ動きづらくなってます。まあ、この下はですね、どうしてももうこの時点で結構ぐらつきがあるんで、ぐらつきに関してはこっちが悪いと思ってください。こっちが悪いんですが、この乗せた鉄板が動くかどうかで言えば、まあ動かないと思ってもいいんじゃないかなと思います。これがやっぱりですね、重さ3キロの力だと思いますね。さあ、このテスコさん、一番ね、いいのは肉を焼くことだと思いますので、ステーキを焼いていきましょう。
ヨネーズ、めちゃめちゃオピジェル切れるんで、オピジェル切れ味は悪くないですよね。そうちょっとあの歯渡り短いから、まあそれは、うん、でね、そんな高いもんじゃないよね、オピジェルって。3000円しないですよね、うん、はい、ということで今回は、匠山熊さんの徹子さん、こちらをご紹介しました。厚みがですね、6ミリありますので、先ほどですね、ご覧いただいた通りに、蓄熱性の高い製品となっています。今回はですね、こちらをご紹介するにあたって、ステーキと豚キムチ焼きうどん、これを作ってみましたが、他にもですね、海鮮系だったりとかチャーハンとか同じぐらいの熱量で焼きたいというような料理にはかなりうってつけの鉄板なんではないかなと思います。ん？これね、まだ熱いです。さすがという感じですけども、気になった方はですね、クラウドファンディング幕開けで販売中ですので、ぜひチェックしてみてください。それでは。